はい、皆さんこんにちは、榊敦です。月曜日ね、もうすぐ5時です。でなんか面白ないなと思って、ニュースないやんと思って見てたらね、すごい僕大好きなこのあれです、夕刊フジのねスクープ最前線という企画があってね、加賀光栄さんという、まあ、もうだいぶご年配の、お会いしたことないですけどジャーナリストさんが書いてはるんですよ。主に国際情勢を書いてはるんですね。どうやらですね、公安筋、警察庁公安筋と外交関係者にコネがあるみたいですね、この方ね。いや、今回特別に面白いですよ。ちょっとかいつまんで読んでいきたいと思うんですけど、スクープ最前線、中国共産党が習主席の失脚を画策、暗殺の危機も、幹部がトランプ政権に新型コロナの秘密データを不正リークってほんまかみたいな、楽しいやんって。嘘でもこういうの楽しいですよね。ちょっと書き出しを見ますと、11月の米大統領選挙に直結するドナルド・トランプ大統領かっこ共和党とジョー・バイデン、3P ジョーって言ってますね、トランプが名前いいけど、バイデン前副大統領かっこ民主党による第1回テレビ討論会が29日夜、日本時間30日午前、あさってですか、開かれる。ただどちらが勝利しても新型コロナウイルスの世界的大流行かっこパンデミックを引き起こしながら軍事的覇権拡大を進める習近平、国家主席率いる中国共産党に対する米国の怒りは止まらない。こうした中、中国内部で習主席の失脚を画策する動きがあるという。親中派を抱える菅義偉政権への影響とは、ジャーナリストの加賀光栄氏による最新リポートだった。で、まあね、習主席が危ない、引きずり下ろし工作が激化している、習氏は生き残りをかけて日米分断に必死だ、中国のスパイと備中議員が官邸工作に入った、菅首相は危ない、外事警察関係者はそう語った。外事警察っていうのは何かと言いますと、警察にはですね、公安警察っていうのと、刑事警察というのがございます。で、刑事警察っていうのはその一般の犯罪を取り締まったり、まあ、予防防犯に努めるのが刑事警察ですね。取り締まったり、あるいは捜査したりっていうのは普通の一般犯罪です。で、公安警察って何かと言いますと、戦前に特攻ってあったんですね、特別高等警察って。これは主に思想犯を取り締まるわけですね。そこを引き継いでるのが公安警察でして、例えばオウム真理教なんてなら公安マタイになってしまったんですよ。公安マタイになったからですね、いつまでも犯人上がらへんやんとなるわけですね。要は捜査が苦手なわけなんですよ、公安っていうのは。公安の仕事っていうのは何かというと見張るひたすら見張るつまりその、日本はスパイ防止法ってないですから、外国のスパイが入り込んでいてもですね、自由に活動できるわけですね。で、見つけたらどうするかってひたすら見張るんですその例えばこう容疑を作ってというか、まあ、窃盗とかね、なんかこう情報を盗んだりすると窃盗とかで逮捕することはできるんですけども、まあそんなんしたって、まあ、初犯であればね、そんな何千万もお金を盗んだんやったら実刑になりますけども、情報を盗んだぐらいだったら執行猶予なんですね。で、入れられても1年とかでしょ。そうだったら、その人がスパイって分かってるんやったら、その人を捕まえても意味がないわけだって、その人が何してるかだけ見張ってたらええやんと、そういう発想なんですね。だから捜査できない。で、あとその外事っていうのは、これ外国関係ですね。まあ、分かりやすく言うと、イギリスにおける MI6、MI6 じゃない、MI5 ですね、いわゆる傍聴というやつね、外国のスパイを防ぐという役割を持っているのが外事警察で、外国からのスパイを防ぐだけじゃなくてですね、それを通じてですね、外国の事情まで調べるというところをお仕事もなさっているようでございます。特に日本のですね、外事課っていうんですけど、警視庁の外事課っていうのはですね、中国
あるいは北朝鮮に対する情報の宝庫らしいですね。いろんな情報が入ってくるわけです。でそれをですね、担当者を挙げて官邸に一人配置してですね、そこであの官邸にも情報を入れるということをしているようです。だから首相官邸には必ず警察庁からの出向者がいますね。今北村さんという方でしたっけね。あの安倍内閣から引き継いでる。でそれをその警察出身者を通してですね、こういった情報を上げてるわけですね。だから非常に詳しいわけです。ですね、この高江さんの記事を見ていきますと、まあ、前回ですね、前回の記事ですね、要はアメリカがですね、トランプさんが大統領選挙の前にですね、南シナ海でこう X デーを作るんちゃうかというような話がありましたね。あるいは中国の方もですね、台湾であるとか、日本の尖閣に対してですね、X デーを作って仕掛けてくるんちゃうかという話があります。まあそういうのを踏まえながらですね、ほんまにあるんかと。まあないと思いますけどね。読んでるだけ楽しいやん。で、ですね、米国はコロナ禍の責任を絶対中国に取らせる。米国は世界全世界の銀行などにある中国共産党幹部の隠し資産を凍結している。これほんまなんていう話ですね。ほんまやったらむちゃくちゃ焦ってるはずですよ。総額約1000兆円らしい。ほんま？そんなお金あんの？1000兆円ってね、日本の GDP のね2年分ですよ。ほんまにもしどうやったらええやん、ちょっと分けてなって話ですね、ほんまに。全額をコロナウイルス感染の賠償金として募集し、被害国で分配するってええ話やん。日本もちょっと50兆円ぐらいくれへんかな、みたいな感じですね。50兆円あったらすごいですよ、お前は。日本、米国と日本、オーストラリア、インドによるシーレーンを守る中国包囲網、括弧クワッド、QUAD ですね、クワッド、括弧日米豪印戦略対話。に将来英国やカナダ、EU、各欧州連合、台湾を入れ民主主義国を結集し、中国完全排除の新たなサプライチェーンを構築する。米国中心のグローバル経済圏から中国を追放し息の根を止める。今ねスラッと言いましたけどね、ここに韓国入ってないでしょ。その辺がねやっぱりね、そうですね。であとはあとバチカンの話が出てきたりしてですね、中国は絶対絶命だという話をして、あと台湾の話が出てきてですね、中国は反狂乱だ、ほんまかっていう。中国国営放送を中国中央テレビ括弧 CCTV ですね、まあ、18日国防部の任国境報道官が米国に対して白一条、ですね、デッドロードワンウェイですね。お前は死ぬだけだと叫ぶ声を大々的に報道したって。これね、国の報道官がそんなことを、そんなお下品なことを言うんですかみたいなね。だからもうなんかこうちょっと常識を疑いますけどね。他のメディアも続き、人民の反米感情を煽りに煽った、だが失敗した、なぜか。ここでこっからがね、こっからもそうですよ。重大情報がある、習氏が危ない、暗殺の危険すらある。焦点は WHO 内で7月に設立されたコロナウイルスの発生源中国などの初期対応を検証する独立調査委員会だ。5時になりましたね。11月に中間報告が発表される。以下、日米情報当局関係者から入手した驚愕情報だ。中国共産党幹部らは習氏を見限った。このままでは中国は破滅する。幹部らは米国に新型コロナウイルスの秘密データ括弧イコール発生場所を作成した犯人、中国の隠蔽工作をリークしてきた。ほんまですか、ほんまですか、ほんまか。まあ嘘でも楽しいけどね。習氏に責任を取らせ、主席から引きずり下ろし、米国との関係改善を図るためだ。さらに習氏と習氏一派のスキャンダル、括弧隠し資産の場所、愛人宅の住所、彼らと通じた米政治家の不正の証拠まで渡してきた。いや、ほんまか、ほんまか、ほんまか、みたいな。力ずくだ。居座れば習氏は危ない。
ここからちょっとあの身近な話になりますけど、米国は菅首相が大物備中議員、これ2回のことですね、に首根っこを押さえられているのではないかと懸念している。それが25日夜の日中首脳電話会談でも、翌26日朝の国連総会でのビデオ映像による一般討論演説でも、南シナ海や香港、台湾、沖縄県、尖閣諸島の問題を取り上げ、中国の暴挙を具体的に批判しなかったからだ、批判しないからだ。菅首相、外交姿勢ははっきりすべきだ。せめて習氏の国賓来日は中止すると毅然とする態度で明言していただきたいと。でここで終わってます。まあ最後のところはどうでもいいんですけど、この悪感はこれですね、幹部らは米国に新型コロナウイルスの秘密データ括弧発生場所を作成した犯人、中国の隠蔽工作をリークしてきた。リークしてきたということはアメリカも知ってるということですかね。習氏に責任を取らせ、主席から引きずり下ろし、米国との関係改善を図るためだ。さらに習氏と習氏一派のスキャンダル、括弧隠し資産の場所、愛人宅の住所、彼らと通じた米政治家の不正の証拠などまで渡してきた。もしね、この一部でもほんまやったら面白い話ですね。で、アメリカは割合こう詳しく知っているということですね。最近言わなくなりましたね、その発生源は中国で、そのあれは人為的なもんやというようなことをトランプさん言わなくなります。でも調べてるとか、証拠はあるんや的なことはまあ以前に言うてましたね。だからオクトーバーサプライズでですね、それを出してきて、ですね、おら中国悪いんやって、だから責任取らせんねんって言って、その責任を取らせる具体的なこと、簡単には彼らの海外資産を凍結するとかですね、没収するとかですね、そういうことをやってですね、国民から拍手喝采を受けると、それで大統領を2期目当選というふうになる可能性はゼロではないと思いますね。その情報を多分握ってるとすれば、多分ではないですけど、握ってるとすればですね、そういうオプションがあるわけですね、トランプさんには。そうするとかなりまあ選挙の様子も変わってくるでしょうけど、まあまあでももうちょっと後でしょうね。まあでもね、こんな話が出てくるっていうのはね、それを匂わせるような何かがあったんやというふうに私は信じたい。まあ希望ですけどね。で、別にその南シナ海や東シナ海ですね、X デーがあるかどうかっていうのは、まあそれはないとは思いますけど、その、まあないとは思いますけど、あっても面白いですけどね、面白いって、まあ一言ちゃうねんけど、ね、東シナ海の場合は。はい、ということでですね、これ貼りません、ちょっと過激すぎて貼ると、ちょっといろいろ差し障りがありそうなんで、ザクザク見つけてください。タイトルはスクープ最前線です。中国共産党が習主席の失脚を画策って、うわーっていう感じですね。はい、いやこういうこと考えるの楽しいでしょ。楽しいから取り上げたんです。はい、皆さんどうもありがとうございました。